この間ね、ツイッターでこういう画像ね、ちょっと見づらいかな、流れてきたのね。さすがに笑えない値段に突入してるなって。このカインズっていうホームセンター、青森にはないんだけれども、ここで化学肥料のやつが、20キロで2980円してますと。俺はね、化学肥料使ったことないから、買わないから値段わかんなかったんだけども、この人曰く、ここね、ちょっと待って、余談ですが、高騰前のこのカインズの14、14、14の国産化成肥料の値段は1袋1280円でしたと。参考までにと、ここにねコメント追加で書かれてるんだけども、相当高くなってるね。倍どころじゃないよね。1300円が3000円になってるんで、ね、それだけ高くなってると。うん、じゃあ本当にね大変だと思う。みんな化学肥料を使ってさ、やってる人たち、じゃあどうしようかっていう話なんだけども、まずはね、まずできること、化学肥料を使ってる場合だとしても、全面施肥をやめるっていうのも一つの手かなって思います。まあ、例えばだから 10R、1000平米のところで、10メーターかんじゃないな、めんどくせえ1000平米のところで、巻くとき、例えば 何袋使うのかわからないんだけども、まあ例えば10袋使ったとするじゃん。全面に巻いて耕してやるじゃなくて、例えば畝にする場所あるじゃん。で、畝にしない、通路にするだけの場所には巻かないで、畝にするとこだけに巻く。まあ、局所施用とか、まあ一部の、局所施用とか言ったりするんだけど、俺はね、全面施用じゃなくて。そういう手を使えば、10袋使ってたのが8袋、7袋に減らせるかもしれないと。ね、まあ、それだけでもほら、さっき3000円だったのが、10袋だったら3万円が、まあ2万1000円とか、そのくらいになると。ね、2万4000、2万1000円ぐらいになるというふうに節約もできると。局所施用。もしくは、追肥みたいに、元肥でもいいし、みたいに植える場所だけに、手で入れておくとか。まあ、作業効率はすごい上がるけどね。大きい面積で大規模にやる人からすると、そったことやってらんねえよっていう話になるかもしれないけども、そういう手間もありかなと。で、植えた後にちょこっとずつ追肥で、対応していくの節約術。まあ、この節約はね、有機肥料でも、培養の有機とか、牛糞堆肥とかでもそういうふうにやる手もあるんで、まあ、それはね、有機肥料でも、無機肥料でも、どっちでも使える手だね、手段。うん。だから、全面にやるっていう発想じゃなくて、春に全部に巻いてやるんじゃなくて、必要なところだけ、必要な分だけやるっていう手も一つかなと。で、もう一つが、有機栽培の土作り。これを取り入れてほしいなって。化学肥料を使うなではなくて、化学肥料を使ってもいい。農薬を使ってもいい。けれども、そっちの方をちょっと減らして、まあ、減農薬とか、そういう方向に行って、その上で、有機物、要するに草の堆肥だったり、落ち葉の堆肥、まあ、牛糞堆肥でもいいし、まあ、そういう風な、まあ、できれば牛糞堆肥よりも、植物性の、そういう繊維とか、そういうものを入れてほしいなって思います。草とかね。それによって、生物性を高めてほしいと。生き物がいることによって、生き物がその有機物を食べて、糞をして、その糞をまた別の生き物が食べて、糞して、そういう繰り返し、そういうね、自己生肥機能なんて言ったりするんだけども、山とかで誰も肥料をあげてないじゃない。だけども山菜毎年立派なのが取れると。例えば、まあ、アーケビでもなると、キイチゴもなると、あとはタケノコも生えてくると。肥料あげてないのにちゃんと出てくる。これはそういう風にね、葉っぱが落ちました、草が冬になって枯れました、それを動物、生き物、ミミズでも何でもいいよ、大きいやつでもイノシシでもいいよ、食べました、糞しました、分解しました、そういう循環が起きていることによって、ね、自己生肥機能、まあ、あとは植物の根っこの周りに微生物がいる、それによって土が作られて、そして肥料がね、確保されてるという考え方、自己生肥機能って俺らね、呼ぶんだけども、そういうのを畑の中に取り入れてほしいなと。まあ、生物性を上げれば自然とそうなっていくんで、だから、
農薬とか土壌消毒とかもできるだけ減らす。本当にいっぱい害虫が出て困ってる場所にだけ撒くとかね、全部にバーッと徹底的にやるんじゃなくて、そういうふうにしたり、減農薬にする、まあ、あとは俺らみたいに無農薬にするとかね、そういうふうにして必要最小限の、生物を、ね、殺すような、なんだ作業をやめる、棒状のやつを減らしていくと。そしたら農薬だって値段上がってるはずなんで、外国から製品とか原料を輸入してやってるんで、そういう節約にもなる。そして土もできてきて、肥料を使う量も減らすこともできるっていう風な、いろんなものを組み合わせて、だから局所施用でそもそも畑に出る無機物、無機肥料、そういう化学肥料ね、入れる量を減らすと。そして逆に有機物をしっかりと補給してあげるって、生き物を増やす。で、農薬もたくさん出てる一部の場所だけには撒くけれども減農薬でいきましょうと。そうすることによって土の中で生き物が生きて、土が作られて自己石機能、これが機能して、肥料を総合的に使用量を下げて節約できるっていう状況に持っていけると思うのね。まあ、一番極端なのはやっぱり無農薬にして、化学肥料を使わないで有機物をガンガンってもね、使い方あるんだけども、入れて土と環境を作っていく。これがまあ一番節約になるかなと思うけども、いきなりそこまで行くのは難しいと思うから、減農薬栽培とかね、特別栽培か。うん、みたいな感じでやってみたらいいんじゃないかなと思います。買うんじゃなくて自分で肥料を用意できるような体制作り、そして知識、勉強する。っていうのをやっておいた方がいいと思います。で、おそらくね、この先、やっぱこの今の情勢からいくと、やっぱ肥料とか農薬とか、あとは農業機械とか燃料もそんなに下がんないんじゃないかなってね、まあ高止まり、ちょこっと下がったりしたとしても、で、いくんじゃないかなっていう思いはあるんで、まあいつもまたこういうね、いきなり高騰、急高騰することがあるかもしれないから、知識として、ね、有機栽培の知識を持っておく、もしくは一部だけでもやっておいて、その技術を自分の中に作っておく、持っておく、これだけでも安全策っていうかなると思うんで、ぜひね取り組んでみてほしいなって。一部でいいんだよ、一部で全面一気にやる必要ないの。そういうのは俺みたいな頭おかしいやつがやればいいだけの話で、ね、普通のちゃんと経営っていうことを考えてやってる人たちはそういうふうに一部やってみて、あれって、まあ3年5年やったらあれ良くなってきたぞって、増やしてみようかな、あれ買う資材も減ってきたなって、あれこれいいんじゃねってね、特別栽培完全になくすのはできないけど、特別栽培にしたら結構いけんじゃねって思うかもしれないじゃん。そうすればこの高騰、急高騰のね、物価高の中でもなんとかやっていけるかもしれないね。家庭菜園でもあまりお金かけずにやれるかもしれないということになるかもしれないんで、ぜひね、有機栽培、有機農法のそういう技術、考え方、その土作りの方法とか、病害虫との付き合い方とか、防ぎ方とか、ね、除草の仕方とかを勉強してみてほしいなって思いますね。今のこの情勢を考えればね。うん。だから俺のチャンネルでもちょこちょこっとね、今忙しいのがちょうど終わってきたんで、これから動画でこうやって喋って、出していこうかと思うんで、まあ、参考になるかどうかわかんないけれども、参考になるような動画を一生懸命撮っていこうと思うんで、まあ、お付き合いしていただければなと思っています。